今回は、えー、身体的、精神的苦痛を、えー、軽減する VR システムの開発と題しまして、えー、Vipsy の、えー、小松が、えー、発表させていただきますのでよろしくお願いします。はい。で、ちょっとですね、あまあ、全体の流れとしては、えー、会社紹介、まあ、我々どういった、まあ、ベンチャー、スタートアップですのでどういったベンチャーなのかっていうのをご紹介 させていただきまして、えー、本プログラムにおいて、えー、まあ、共同研究というのを成果として結んでですね、実際に、あの、プロダクトのリリースまでこぎつけそうなですね、パートナーと一緒に、えー やることをですね、目指しておりますので、本プログラムでマッチングしたチームとですね、えー、ご紹介をしつつ、えー、プログラムにおいて、えー、その課題とソリューションというもの、どういったものを考えたのかということと、まあ、今後の計画について発表させていただこうかと思っております。 で、まず会社紹介なんですが、えっ、ー、と、我々は Vipsy というですね、会社になっていて、まあ世界中のメンタルヘルス問題を解決するメドテック企業というところを、えー、目指してですね、あの、ベンチャー企業というところです。で、まあ、中心となるのが、あの、後ほど紹介するんですが、代表者が、えー、診療内科医の、えー、代表を ししてておりまして私が開発の責任者をしているんですが、えー、実際、そのメンタルヘルスの問題を解決するための VR デジタルソリューションを開発している会社になりますと。で、VR とウェブシステムを組み合わせた、えー、プロダクトを、まあ、デジタル療法というところで、まあうつ病向けですね、具体的には、えー、パイロットスタディを完了して、えー、その人、えー、まあその患者に対するアプローチというものをやっている会社になっております。はい すで既に2021年に BeyondNEXTVENTURES さん、アンリーさん、スクランベンチャーズから2.5五件を調達して、今、あの実際に、ね、v r デジタル治療薬というところを開発を進めている会社になります。はい、でメンバーは、まあ、会社としては数十人いるんですけれども、まあ、代表が松村先生という方がやっていまして、診療内科医の方が代表を務めてやっていますと。 COO が上木原という元々、もともとコンサルティング会社をやっていた方がやっていて、えーまあ、あの開発の CPO、チーフプロダクトオフィサーとして、私、小松がやっておりますと。なので、ちょっと開発視点からの発表に今回はなるかと思うんですけれども、よろしくお願いしますという感じですね。はい でえーまあ、うちの,その会社のソリューションとしては、VR とウェブアプリにより、えー、実際の,その個別医療というのを、えー、提供するための、えー、ソリューションを提供していますと。で具体的には、うつ病の中の疾患であるハイ半数というものを対処するためのスキルの獲得を可能にする VR によるアクティブラーニングと、えー、その振り返りができるウェブサービスを、えー、提供している会社になっていますという形です。 VR、皆様あの、やったこともある方も、やったこともない方もいるかもしれないんですけれども、我々がまが着目しているところとしては、まあ、それぞれ患者、医療サービス提供者、保険者としては、まあ、治療アクセスの患者さんとしては、えー、改善というところで、VR のみで実現可能な能動的体験としての転換による、えー、結構アクティブラーニングを通じたスキルの獲得とかですね、まあ、持ち帰って自宅からもアクセス可能だったりするというところで使っていると。 医療サービス提供者としては医師負担の軽減,と軽減や、まあ、具体的には医師の診察時間を効率化したりとか治療者の医療によらず質を担保する医師などの治療者不足を軽減するとで、まあ、保健者としては対象の病気の慢性化を抑制したり再発を予防するというところで、えー、実際のこの VR というところと まあ、実際には我々はウェブサービスも提供していますので、まあ、その両輪で提供するということで目指している、えー、と実際に開発し、提供するという会社になっておりますとで。今、実際にはさまざまなパートナーと組んで開発をしておりまして、うつ病だと国内、えー、海外それぞれ、えー、展開しておりまして、今回、あのー 痛み不安、がん関連ということで、国立がん研究センター東病院のところと共同研究をした、や,、えー、やったこの部分について、詳しく話せればなと思います。はい、で、本プログラムにおいて、えー、実際にあのマッチングをしてですね、あのじえー、進めているのが、えーまあ、身体的・精神的苦痛を軽減する VR システムの開発となります。 で国立がん研究センター東病院の消化管内科指、えー、教科の、えー、中条先生と、えー、矢野先生のお力添えをいただきまして、えー、今回の,あのこのプログラムの間でですね、えー、進めさせていただいたという形になっております。うん、で課題として、えっとま、消化管内視教科というところで、まあ 結構その内視鏡検査っていうのが患者の負担が大きいなという課題をこうヒアリングして出てきました。で、大きく分けて2つありまして、精神的負担っていうものと身体的負担というものが、まあ2つありますよねというところです。で、検査前の不安とか検査中の不安というところと、まあ身体的不安、あの内視鏡なんで口の中に入れるっていうところで、そこに対するあの痛みとかですね、があるというところです。 でもう1つが大腸内視鏡、えー、検査というところも、まあ、同じく患者の負担が大きいというところで、えー、大腸内の視鏡検査に伴う患者負担というところで、精神的負担、えー、身体的負担というところで2つですね、検査に対する負担と、えー、両方あるというところで出ましたと。ちょっと時間なのであれですでそれでソリューションとして、えー、このチームで話し合ったところが、えー、現状の対策と問題点というのをまとめさせていただきました。 で検査中の苦痛っていうのは、今、現状の対策としては、鎮痛薬とか鎮静薬を、まあ、使用して、ですねさらには検査中の追加投与をする場合とかもあるというところですと。でこの対策の問題点としては、かなり副作用が高くて、特に高齢者にとっては、えー、追加投与すると、まあ、非常にリスクの高いような形があるというところと、まあ、コストがあるっていうところ。 でですね、検査後にリカバリールームで休憩が必要だったりとか、まあ、体にも大きな負担がかかるという事例がありますので、まあ、この課題、ペインについて、えー、VR で何か解決できないかというところで取り組ませていただきました。で、ソリューションとして、えー、着目したのがです、ねえー、VR ディストラクションというところがあって、まあ、ディストラクションというのは、まあ、皆さんご存知の通り、その 痛みをこうどうやって遠ざけるかというところで、まあ、すでに海外とかでもですねあの、効果が上げているようなベンチャー企業というものがありまして、3D 映像、VR ですね、このかぶって映像を視聴して、没入感や臨場感を実際に体験することで、苦痛から注意がそらされて、症状が緩和される効果が発揮される技術として、まあ、あの近年、注目を浴びています。 で、うちの会社もビフシ c k i d XR というところで、えー、実際のこの歯の治療の時にですね、子供向けに XR のプロダクトとして、えー、実際にこの左の図のような、えー、映像を見せることによって、えー、それによってこう痛みが緩和するという、あのー、実際の効果を得て、いくつかの,あの病院に導入しているというものがありますので、まあ、これが何か使えないかというところで、えー、我々、えっと、 中条先生いや矢野先生と一緒に、まあ、進めていたという形になっております。で、まあ、実際にその中で、えっとまあ、ちょっと今開発中なんですけれどもあの、呼吸スキルっていうところで、内視鏡って、まあ、喉にこうグッてくれるわけですから、まあ、非常にここの呼吸っていうのが重要で、で、我々もともと持っていたこういう特許でですね、実際に呼吸を自動認識して、えーまあ、それによって、まあ、あの、 後ほど、えっと、プロダクトのデモを見せるんですが、えっと、まあ、その人の呼吸とかによって、動作によってですね、あの、まあ、呼吸どうやって取ってるかっていうと、体の動きとか、えー、マイクので自動で取、まあ、るようにしているんですけれども、まあ、その呼吸によって、まあ、その人の状態っていうものがわかるので、それで VR っていうのは、まあ、その人の呼吸とか状態を自動認識することで、えー、中の、えー、表現とか、 えー、中にいる映像とかをこうインタラクティブに変えることができるというものがあります。で呼吸自身は、実は、えー、一定の、えー、呼吸をさせることによって、ですねあ集中度、この右側の不老状態っていうものを、えー、呼吸に集中させることによって集中、えーあのー、実際に集中させることができるっていうのがあるので、まれ、あ、わここに着目して、まあ、内視鏡の時に、うん、口は無理なんですけど、鼻呼吸っていうものをですね、 に集中させて、えー、この VR において、えー、うまく別のものに集中させることによって、えー、痛みを緩和させられるんじゃないかというプロダクトを、えー、開発していますと。でこれは我々のプロダクトをカスタマイズしたものですが、えー、この中に、えー、VR をかぶった中にです、ね、アバターがあって、それに合わせて、えー、カウントして、それに合わせて集中して呼吸をすると。 でその人の呼吸がもし荒かったりとか、えー、うまくできなかった場合は、この中の VR の中のアバターが自動的に、えー、インストラクションをしてくれるということですね。で、プラス、ちょっとここではあの中条先生とかにあの、なんかプロダクトを公開しすぎると、ちょっとまねされるんじゃないかって思って、あんまりあの発表しないようにって言われたところで言って。 があるので他にも何個かあるんですけれども、まあ、ちょっとメインとしてはこういった機能になるという感じですね。はい、で、えっとまあ、今回あの、そういったです、ねまあ、こうディスカッション、このプログラムを通して、まあ、VR ディストラクションの領域で、XR ソリューションの開発できる共同研究契約を締結できましたというところで、まあ、今後も一緒にやっていきますので、ありがとうございますというところでやっていきました。 で今後についてなんですが、まあ、ロードマップとしては、プロトタイプの開発を、えー、もうすでに、えー、していますが、まあ、要素技術の開発、コンテンツっていうのも今、森でしたけど、いろいろな海とか、実はいろいろなコンテンツが VR の中で体験できるものがありますので、えー、そのプロダクトを開発しながら、臨床データの収集をして、ですね、えー、その有用性とコンセプトの妥当性を評価しつつ、医療機器の妥当性の確認ができればなと思っております。 という感じです。はい。ちょっと早かったですね。10分ぐらいですが、えっと、共同研究開発パートナーを募集していますので、えっと、もしご興味のある方、まあ結構、広い々と XR プロダクトについては、えー、やっておりますので、えっと、まあ新しい領域ですかね。えっと、AI とかそういったものも含めたプロダクト、ソリューションを開発していますので、興味のある方はぜひご連絡くださいということです。はい。ということで、以上になります。